キンプリ脱退した後も普通に芸能活動すると思うので、なんかそのグループ名とか名前わかるかもしれないですけど、芸能活動してる人を応援し続ければいいんじゃないかなと思います。ジャニーズ事務所を応援してたわけじゃなくて、そのキンプリに所属している人を応援してたと思うので、その人の応援はずっと続ければいいんじゃないかなと思いますけど。ただまあ、ジャニーズ事務所の社長と副社長の無能さはすごいですよね。あの問題はもうちょっと前にちゃんとやってれば、解散までいかなかったとしても、やりようはあったと思うのに、なんでこう、ゴテゴテで行って、結果として、もう解散しますみたいなことになっちゃうのかなっていう。そういう意味でいくと、まあ、メリーさんがやることになって、スマップを追い出して、飯島さんを追い出したっていうあたりから、まあ、優秀なスタッフと優秀なタレントを追い出すっていう時点で、優秀なスタッフと優秀なタレントは、ここで頑張り続けても俺の先はないぞっていうふうに分かっちゃうんですよ。優秀だから追い出されるってなっちゃうと、あ、優秀じゃない方がいいよね。なので、今の、そのなんか、あんまり頑張らないでダラダラしてた方がいいよねってなっちゃうんですよ。で、優秀な人は、じゃあ逃げた方がいいよねっていう形で、なんか滝沢さんみたいに逃げちゃうみたいなことになっちゃうんですよね。っていうので、結果としてそのジャニーさんが亡くなった後、まあ、長期的にはこういう構造になっちゃうよねっていうのが時間の問題で起きるのが結果として思ったより早かったよねっていう話だったんじゃないかなと思いますけども、はい。ジュニアっていう構造があって、そこから若手が輩出されます。で、ただそこを育てるという能力っていうのをジャニーさんと滝沢さんが持ってたんですけど、その2人がいなくなりましたっていうので、ある種長期的に積んでた部分があるんですよね。じゃあその被害者問題っていうのができたときに、じゃあその被害者と、まあ、ちゃんと向き合って解決するっていうのを先手を打っていれば、そこまで問題大きくならなかったと思うんですよ。カウアンさんが言い出して、でカウアンさんがそのメリーさんに会って、ジュリーさんと、あと、PR 会社の嗣原さんと一緒に3人で会ったときに、本当にそういうことがあったのって疑われたんですよね。心の中で思うのはいいんですよ。自分のおじさんが性的な加害をしたかどうかっていうのが本当にやったのかどうかわからんっていうのを知りたいという気持ちはわかりますと。ただ被害者に言っちゃダメでしょ被害者にそれ言って、被害者がいや、やれてないっす、嘘っす嘘っすって言うわけないでしょ。なので嘘ついてるかもしれないって思ったとしても、それは口に出しちゃいけないんですよ。だってあなた嘘つきですよね、被害って言ってるだけですよねっていうのを被害者に対して言ってるわけじゃないですか。あ、それは明らかに失礼だし、揉め事が余計ややこしくなるよねっていうのをジュリーさん本人も分かってないし、 PR 会社の社長をやってたサニーサイドエッグのその嗣原さんも分かってないっていう時点で、あ、ここはダメだなって僕思ったんですよ。同じ問題をどんどん広げちゃうんですよ。被害者が声を上げた時に、その被害者に向き合って問題を解決しようというのではなく、その被害者がいや、こいつらと話しても拉致は買わねえわとか、問題を大きくした方がいいわっていう風に思ってしまうだろうなっていう構造を一手目でやったんですよ。で、案の定その被害者の会みたいなのが出て、で被害者の会もうさんくさい人がいっぱいいるんですよ。で、まあそれはそれでどうなんだと思うんですけど、ただうさんくさい人であっても内々に問題を解決していって、被害を口に出す人を一人ずつ減らしていくっていうのは1600億円だったらできるんですよぶっちゃけ文句言うやつが200人いたら一人1000万円払えばもうそれで20億円で解決じゃないですか。1600億円あるんだったらその方が安いんですよ。だからもちろんその中で嘘ついてるだけのやつもいると思いますよ。でもそれよりも問題を解決するんだったら、ごねたやつがいたとしてももうここは1000万円黙って払っちゃいましょうっていう長期的な解決っていうのより、あんた嘘ついてんじゃないのっていうのを今も出してるんですよ。被害を加え、その主張する人の中にはなんか信用できない人がいますみたいなリリース確か最近出したんですよね。考え方全く変わってねえわと思って、だからそういう意味で、あ、この人たちは事情能力ないから無理だなっていう。なのでやっぱね、2代目はね、2代目とか3代目はね、無能が多いんですよね。で、これからジャニーズやタッキーの時はどうなると思いますか。ジャニーズは多分持たないんじゃないかなと思うんですけど、要するにそのジャニーズ事務所を使うことは今まで何の問題もなかったんですよ。本質的にその性加害をした事務所を使うのはいかがなものなんですかっていうのは本質的な問題としてあったんですけど、でもその結局それに関しては触れないということで問題ないね
って表面上やってきたんですけど、こういう問題が起きて事務所が認めてしまってテレビ局がそれにリアクションをした以上、今配役キャスティングされてる人はそのまま使い続けると思うんですけど、果たしてジャニーズ事務所のタレントの冠番組を今作ることはどうなのっていうのを社内で企画会議に上がった時に、別にそのジャニーズ事務所のタレントの冠番組を新しく作らなくてもいいよね、他のお笑い芸人でもいいよねっていうところに多分張ってしまうんですよ。その結果多分ジャニーズ事務所のタレントの冠番組が新しく作られるというのはだいぶ減ると思います。もちろんのめちゃくちゃ人気のあるところが深夜でやってくれるんだったら全然やってくださいっていうところもあると思うんですけど、ゴールデンとかでやるんだったらちょっとリスクあるよねっていうところだと思うので、要はスポンサーがいきなりおりますっていう可能性もあったりするので、結構厳しくなるんじゃないかなと思いますけどね。ただ多分頭が悪いだけだと思うんですけど、ジャニーズの被害者の人の会が、そのジャニーズ事務所と国も関わって解決してほしいみたいなことを言い出し始めたんですよ。あれはその本当になんかその大きな問題として解決してほしいっていう意味で、深い意味がなく言っちゃった頭の悪い発言だと思うんですけど、国が関与するっていうことは税金を払えってことなんですよ。税金で俺たちを救済しろっていう風に言い出し始めたっていうことなんですよ。それ知らんかなって話なんですよね。もちろん被害者がかわいそうだよねとは思うんですよ。でもそれ俺がお金払わなきゃいけないのって話じゃないですか。私がお金払うことなの？大きな問題だし解決ほしいし第三者が払ってほしいっていう意味だと思うんですけど、ただそれを国が関わってほしいって言っちゃった以上、税金で俺を救済しろという意味だと取られてしまうんですよ。いやだから本当にそういう意図はなくて、単純純粋に頭が悪いだけだと思うんですよ。でもそう取られてしまうようなことを言ってしまったっていうのが、僕はいやいやそれは言っちゃダメでしょうっていうのがあるので、ちょっとそのなんか被害者側もなんかそっち言っちゃダメだよねっていう、なんか悪気はないし多分そういう意図ではないと思うんだけど、被害者側もちょっとアドバイスをする人がいないというか、頭の悪い人が動いちゃってるなというふうに僕は思いました。恋人が推し活にハマってたら嫌な気持ちですか？私は彼氏が女性アイドルにハマっていたらいやいや許します。あんまり僕気にならないんですよね。例えばその例として挙げるのが正しいかどうかなんですけど、じゃあうちの彼女がジャニーズ事務所のタレントが好きです、かっこいいです、うんそうだねって僕も思います。歌もダンスもうまいし見た目もかっこいいです、だから好き、あそうだよね、うんわかるっていう話で、例えばその僕はハリウッド映画とかでサミュエル・エル・ジャクソンが出てる映画は大体見るとか、モーガン・フリーマンが出てる映画は大体見るとか、ある程度この人の作品っていうのは好きだよねっていうのがあったりするんですよ。なので、今僕からしたら男性ですけど、じゃあでもそういう男性を見るのが好きということになるわけじゃないですか、僕としては。で、それが、じゃあ彼女にとってみたら、お前黒人男性ばっかり追っててどうなんだみたいなことを言われると、確かにそういうふうに言われるかもしれんよねっていうのはあったりするので、でも別に家族と一緒にいるということと、推してはいないな、でもサミュエル・ジャクソンは。っていうので、なんかこういうもの好きだよねっていうのと、家族というのは全然別の話だと思うんですよね。で、モーガン・フリーマンの映画に外れがないんですよ。サミュエル・エル・ジャクソンは、たまに大外しをするんですよ。モーガン・フリーマンはね、僕が知る限り、多分ね、9割9分外れないんですよ。大体それなりに面白いんですよ。サミュエル・ジャクソンはね、9割面白いんですけど、たまになんかね、台風でヘビがなんかこう打ち上げられて上からいっぱいヘビが降ってくれるとか、ほんとどうしようもない映画とか、サメが出てきてサメに噛まれて死ぬみたいな、ほんとどうでもいい映画をね、サミュエル・ジャクソンはたまに出るんですよ。だからB級映画のね、多分お金がギャラがいいんだと思うんだけど、もう B 級にもなってないような映画でたまに出るんです、サミュエル・ジャクソン。それ見るとああやっちまったと思うんだけど、それも含めてサミュエル・ジャクソンはしょうがねえな、またやってるわサミュエル・ジャクソンと思ってみるっていう、アベンジャーズとかも出てますけどね。モーガン・フリーマンだとショーシャンクの空とか、あとボーン・コレクターとか、割とジャック・ニコルソンってやってる、すげえ金持ちのジャック・ニコルソンが死ぬまでにこれやっときたいんだよねっていう20個ぐらいをリストに上げて、それを一緒にやってくっていう映画があるんですよ。
あのコピーラークのコーヒーを毎日飲みながら、なんかスキューバダイビングだったりスカイダイビングだったりするみたいなっていうので、で最後になんかちょっと揉めるみたいな、日本円のタイトルだと最高の人生ってやつっていうのとかだったり、なんかそのあんまり日本では有名じゃないんだけど、それなりに面白い映画がちょこちょこあったりするので、なのでモーガン・フリーマンはね結構外れが少ないと思うんですよね。フランス映画のやつはまた別の、あ、フランス映画も確かあれ、フランス映画のリメイクだったんだっけな。私はレン君かっこメメが好きなのに、ツイッターではジャニー北川さんのことで騒いでる残念な人が多くて悲しいです。私は北川さんの過去に関連するツイートを見たら全てブロックしています。北川さんが大選挙をジュニアの子にしゃぶらせていたようなんて自分にはどうでもいいです。 BBC や文春の金儲けの中で頭悪い人がジャニオタこそ北川さんの気を非難すべきと主張していて知らんがなと思います。頭の悪い人の口は SNS アカウントフジロー終わりますか、うん、結局その自分が信じるものというのは綺麗な状態であるべきと考える人と、もしくは別にあのその人がどういう羊でどういうバックグラウンドかは関係ないと、出てきたものを見ますよっていう2種類の人に分かれると思うんですよね。東京オリンピック の音楽を担当するかもしれなかった小山田さんっていうフリッパーズギターだったりやってた人がいるんですけど、小山田さんがどんだけクソ野郎だったとしても、私は小山田さんの作品が好きですっていうのは僕はありだと思うんですよ。小山田さんがクソ野郎だからそいつの作品とかってもう見たり金を払うことも良くないよねっていう考え方はもちろんなんですけど、作品は作品で別にこの作品はいいよね、あ、コーネリアスねっていう考え方もあると思うんですよ。モーツァルトクソ野郎だよね問題っていうのがあって、あの割とモーツァルトその子供の頃から天才ってチヤホヤされてたので、結構あのひどいこといろいろしてるんですよ。でもひどいことしてるから、じゃあモーツァルトの音楽というのを聞くべきか聞かないべきかっていうので、でもまあ聞いてるよねと。ワーグナーっていう作曲家がいるんですけど、まあ、ワーグナーのあのドイツのヒトラーを割とあの応援してたりして、あのイスラエルとかではワーグナーの曲かけるの違法なんですよね。ドイツのそのユダヤ人虐殺みたいなことをした人を支援しているような音楽家の曲を流すということは良くないよねっていう考え方だったりするんですけど、でも別にそのワーグナーがクソ野郎だったとしても出てきた音楽というのはそれはそれで価値があるよねっていう切り分けができるかどうかで、そのどちらが正しいとではなく、まあそういう考えの人がお互いにいるよねっていうので、 Twitter とか SNS はブロックっていう機能があるので、あのムカつくやつはバンバンブロックして見えないようにして幸せな形にすればいいんじゃないかなと思います。